栃尾線は、新潟県長岡市に本社を置く、越後交通が運営していた、長岡市の遊久山駅から、長岡駅、見附市の上、見附駅を経由して、栃尾市の栃尾駅までを結んでいた軽便鉄道路線。長岡駅を中心に、長岡市東部を結ぶ、軽便線。前身の栃尾鉄道の中から、通称とち鉄と呼ばれ、小さな車両は、マッチ箱の愛称で親しまれた。栃尾鉄道は、軽便鉄道としては、全国でも例が少ない急行、快速列車を運行しており、大正末期のガソリンカー導入時には、当時まだ珍しい女性接客係を採用。また全線電化や CTC 化、カルダン駆動の新車の導入などの近代化にも、中小私鉄として、いち早く着手した。さらに、付帯事業として、路線バスの運行のほか、野球場、ホテル、遊園地等沿線の観光開発にも乗り出すなど、誘客策も積極的に実施していた。新潟県中越地方の電車、バス3社合併により越後交通となってからも、沿線住民からは引き続き、とち鉄と呼ばれて親しまれていたが、1975年に全線が廃止され、同社の路線バスに転換された。栃尾鉄道沿線図。新潟県立図書館蔵駅の位置は、経路図あるいは駅一覧の節を参照。長岡駅栃尾駅沿線地域のバス路線図。廃線後、線路は撤去されたものの、市街地などの一部を除いて、大部分は廃線跡が確認できるところが多い。現在遊歩道になっていたり、跨線橋があるのはその名残と言える。以下は、廃線跡の主な現況である。なお、越後交通は2019年5月現在、同線にほぼ並行する形で下記のバス路線を運行している。なお、合併前の長岡鉄道も5号機、6号機を名乗るコッペル製タンク機を保有したが、期間も製造年も異なる全く別の車両である。下記の他にも存在したが、いずれもガソリンカーで、当路線用に新造されたものであった。モハ201から206。モハ 209.210 は、新製、改造当初は、車体相加カルダン駆動方式を採用していた。東急の 56kW 級中古品の電動機を1両に1個あるいは2個、搭載したが、モハ209を除いて1960年頃までに、通常の吊り掛け式か、垂直カルダン式、もしくは無動力の制御車に改造された。ありがとうございます。